ジャズフェス高野祭ということで2日目、バーテイクに向かっております。お二人はですね、唯一ジャズフェスに出演したアーティスト側として本日バーテイクのライブにお呼ばれしておりますので、せっかくなんでね、チームお隣談義で3人で出ようと思います。今日僕ボコボコにされに行く予定なので、一緒にステージに上がってくれるってことはね、お二方もボコボコにされてくれるんですよね。君の方は背負うよ。やった、ありがとうございます。なんでお手柔らかに。 A メロ、 B メロ、いろいろあるけど、伝えたいことは一つだけなんだ。
すごいね。ちゃんと筋トレしないとね。ちょっとお酒見習わなきゃ。ちょっと白すぎか。白い。いや白いっていいっすよ。白い方は。キュッキュッてキュッてキュッてして。キュッ。かわいいな。キュッ。キュッ。キュッだもんな。もうキュッ。これが2年後にだからもう。ゴンさんみたいになってる。嫌かも。そんなおさえさん嫌だから。それ嫌だわ。え、痩せたちょっと。0.2 キロ増えた。誤差よ。誤差だよね。誤差、誤差。3回測ったらもうだよね。行く？行くの？え、こんな時間に空いてるラーメン屋なんてあるんですか？そう、あるあるある。え、どこがいいですか？え、待って。え、どこが？俺も行く。巻き込まれた。巻き込まれた。何？とりあえず機材だけ積んじゃいましょう。ラーメン食べるかは。まず機材積んでから考えよう。よしよしよし、まずは片付けから。ラーメンと唐揚げが2個とライス。おー、いいね。いいね。もりもり。もりもり。わんぱくだな。今日に限っては彩子さんの方がわんぱくなんだよな。いやいやいや、そうでしょ。そんなそんな、そんなこと言えないんだから。いやいやいや、食トレ状態だ。No music, no life. これがないとやってらんないぜ。理屈っぽいだけど、ただの人になっちまうぜ。